皆さんお疲れ様です。チーム軍艦のイエス。このチャンネルは無課金阪神純正でプロスピー楽しんでおります。ぜひチャンネル登録高評価よろしくお願いいたします。今回の動画はタイムスリップ第3弾、誰が登場するのか、候補選手を何人か紹介させてもらいたいんですけども、今年の阪神 TS は本当にね、予想が難しくて、理由はですね、鳥谷さん、今岡さん、平野さん、坪井さんと TS 常連の4選手が今年は登場しないんですよね。なので今年はタイムスリップ初登場の選手が多くなる可能性があるんですけども、今のところ第1弾は藤浪投手、第2弾は矢野選手というところで、そろそろタイムスリップ初登場の選手が第3弾に来そうですね。個人的に第3弾に来てほしい選手は福留選手です。福留選手は中日のね、TS 常連でして、このね、能力めちゃくちゃ強いです。能力の方が高弾道で、ミート84の A、パワー80の A、走力73の B というところで、称号なしでミートパワーが A、ライトの守備も81の A、裏捨ても完璧なんですよね。そして、特能に広角打法とめちゃくちゃ強いですね。本当にね、文句なし。今年もこの福留選手欲しい人多いと思います。ただそろそろ阪神枠で登場してほしいっていうのが僕の意見でして、阪神でも素晴らしい活躍をしてくれたんで、ぜひとも今年の TS 阪神枠でお願いしたいです。まだ今年 TS で登場していないので可能性はあるんじゃないのかなと思っていまして、阪神枠で登場したことがないので能力はねどうなるのかちょっとわかりませんけども、例えば2017年シリーズ1の能力はどうでしょうか。阪神の福留さんはですね、弾道がラインドライブなんですけども、2017年シリーズ1は、ミートが80の A、パワー71の B、走力が64の C というところで、称号なしでミート80の A はとても強いですよね。弾道がラインドライブなんで、リアタイもね、使いやすいと思います。そして阪神の福留選手も守備力高くて、70の B あります。裏捨てもめちゃくちゃ高いです。そしてこの時代は特能がね、まだ2つやったみたいで、僕は2019年にプロスピ始めたんで、この時代あまり詳しくないんですけども、もう一つ特能がつくとしたら、チャンスとか、あと単純にね、ラインドライブ、あとはね、プルヒッターの可能性もあるのかななんて思っています。そして査定年度は2016年、39歳の成績なんですけども、打率が3割1分1厘、ホームラン11本、打点59と、すごい成績を残してくれてるんですけども、中日の福留選手と比べると能力はね、もちろん下がってはいるんですけども、それでもね、十分強いんじゃないのかなと思います。ただ、ライトにはですね、阪神純正は佐藤選手がいるので、タイムスリップ第3弾はガチャに自チーム確定がないのと、ランキングはおそらくハードになるので、もし今年の佐藤選手をすでに獲得できている方はスルーでもいいかもしれませんね。とりあえず、もし福留選手が阪神枠で登場してくれたら、能力がどうなるのかとても注目です。タイムスリップで何度も登場しているおかげで A ランクたっぷり貯めています。個人的にはタイムスリップ第3弾福留選手が来てくれたら最高に嬉しいです。お次に紹介したいのは新庄選手です。残念ながら去年の OB で登場しなかったビッグボス、タイムスリップ第3弾で新庄さん予想している方多いですよね。能力がですね、弾道高弾道、ミート71の B、パワー78の B、走力が78の B というところで、パワー走力同値となっています。今年の阪神は走力型が多いので、オーダーに入れやすいんじゃないかなと思います。新庄さんも魅力はこの守備力ですよね。センター88の A、特殊で S にできます。裏捨ても完璧というところで、本当にね、素晴らしい選手なんですけども、特能がですね、超プルヒッターチャンス対左投手となっています。プルヒッターがね、現環境ではあまり強くないんで、そこがね、ちょっと引っかかるところですかね。阪神純正のセンターにはね、近本選手がいるんですけども、守備面はやっぱり新庄さんが上ですよね。特に近本選手は裏捨てが少し不安になりますね。しかも2021シリーズ1から能力がね、どんどん下がってるんですよね。ゴールデングラブ賞を獲得されてるんですけども、なんでなんでしょうか。ダルビッシュ杯が7月にありますし、守備が素晴らしい新庄さんは十分登場する可能性はあると思っています。個人的にはね、日ハム枠で登場するんじゃないのかなと思ってるんですけども、どうなるのかとても注目でございます。ちなみに守備だけやったらね、A ランクでも十分強いのでおすすめでございます。はい、それで野手は福留選手、新庄選手を紹介したんですけども、投手もね、全然来る可能性はあるのかなといったところで、今年の TS は久保田さんが登場しそうな予感があります。
OB で登場してますけども、まだ TS では登場しておりません。9位81の A、 制球77の B、 スタミナが70の B というところで、称号針の穴を通す制球で9位制球 A 同値にできます。獲得できれば必ずオーダーに入るんですけども、タイムスイープ第3弾のランキングはハードになるというところではね、僕は久保田さんスルーになると思います。あと投手で言うと安藤さんもあるんじゃないのかなといったところで、2016年シリーズ1では制球81の A で登場しています。球威とスタミナはあまり高くないんですけども、球種はとても多くてツーシームも持っています。特能にはコントロール持っています。安藤さんね、来てくれたらめちゃくちゃ欲しいんですけども、極みにできないんで、もし登場してくれたら累計の A ランクしっかりと回収しておきたいと思います。はい、というわけで今回は4選手紹介したんですけども、今年の第3弾誰が登場するのか本当に楽しみです。ツイッターを見ていたら高山選手をね予想している方いましたね。今年は1軍で試合に出ていますし、タイムスリップの登場可能性ね十分あるんじゃないかと思っています。皆さんはタイムスリップ第3弾誰を予想しているでしょうか。ぜひコメント欄に書いていただけたら嬉しいです。7月の頭にはですね、ダルビッシュ杯が来るんですけども、リアル起動全くね練習してないんで多分打てないと思いますけども、練習もねぼちぼち始めないといけないんですけども、このねダルビッシュ杯が来る前にこのタイムスリープ第3弾で誰が来るのかとてもね注目でございます。はい、というわけで最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録高評価ぜひしていただけたら嬉しいです。次回の動画でまたお会いしましょう。お疲れ様です。バイバイ。